G350.1 から0.3は銀河系の超新星残骸であり、おそらく中性子星ザム J172054.5 から372652と同じ超新星爆発によって形成された。かつては遠い銀河に五分類されていた。G350.1 から0.3は銀河系内部の明るい電波源であり、モロンゴ天文台統合望遠鏡と パークステン問題の比較観測によって発見され、1973年から1975年に超新星残骸に分類する論文が発表された。しかし、1980年代中盤の高解像度画像で他の超新星残骸の形態とはかなり異なった不規則な形であることが明らかとなった。その後、G350.1 から0.3は、 電波銀河か銀河団ではないかと議論され、その結果、超新星残骸のカタログでは、超新星残骸候補に格下げされるか、完全に抹消された。その後、G350.1 から0.3は、いわば忘れられた。かつてのデータと XMM ニュートンの新しい画像を用いた2008年の研究で、G350.1 から0.3は、 超新星残骸であることが示され、この奇妙な形は、地球から約1万5千光年の恋がすぐもの、すぐそばで爆発が起こったためであり、そのため拡大できず、長細い形態になったと説明された。また、近くにある熱 X 宣言残部 J17 万2054.5から37万2 6 5には、超新星の中心部のコンパクト性であるとされた。 G350.1 から0.3の直径は約8光年で900歳から1000歳と銀河系で最も若く明るい超新星残骸であると推測される。しかし、高星間ゴミで隠され地球からその爆発は見えなかったと考えられている。ありがとうございます。